チーズの濃厚感がね、まろやかに混ざって、食べやすい。この辺町からこんにちは、竹原です。川崎です。今日は2度、3度、3回だか5回だか、はい、4回目の運です。だんだんに来ました。この間はね、大食い対決、大食い対決しました。はい、誰と戦ってたのか、一人でね。自分とも戦い、自分とも戦いましたね。はい、初めて運さんに来たのは大体1年ぐらい前で、その時コーヒーとか飲食店応援チケットとかそういったのの話題中心だったので、今回は食事のメニューをご紹介したいなと思って何回目かに来ました。うん、いろんな遊びのアイテムもちょっと増えましたし。そうなんですよ、ダーツゴルフの他にね、見る人が見ればあの足で分かるんですよね、あれ。じゃあそれでは早速いただきます。いただきます。ありがとうございます。変わりましたね、可愛くなりましたね。アボカドが進化してますよ、見てください。このアボカド星型に可愛くなりました。本当にちゃんと整ってます、はい、島さんが食べます。ああ。優しい置き方ですね。いただきます。いただきます。肉厚ハンバーグ、本当にいい感じなんですよ。柔らかいって罪だよね。いや、本当ですよ。最後の食感、おハンバーグソースと半玉の黄身って罪だよね。罪しかない。いただきます。待ってた、この味。濃厚なデミグラスソースと卵の黄身とが一緒に、本当に最高だった。今まで食べたハンバーグの中で私これ一番好きなんですよ。で、僕この間3つも食ったんで。では、タコライス。いや、動画でこの匂いが伝わらないのがね、残念でしょうがないですね。 5G の時代は待たなきゃです。そう、このスパイスの香りがね、めちゃくちゃいいんですよ。いやね、この可愛くなったアボカドと一緒に、あ、いい匂い。いただきます。うん、おかえりタコライス。昨年の10月ぶり。美味しい。いや、いつ食べてもそうなんですけど、うん、チーズの濃厚感がね、スパイスの感じとね、まろやかに混ざって、もうすごい食べやすい。なんか前より美味しくなった気がします。ルンさんのフードって常に進化してるんですよね。そうなんですよ。来るたび来るたびちょっと一味変わって一味変わって、どん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 美味しくなってるっていう。うん、最初のタコライスよりね、すごくまたこう味がまとまってる感じがします。うん。うん、はい、こちら。これ、皆さんの大好きなハラペーニョですね。はい、辛い。夏の暑い時にこの辛さ、はいはいはい、最高です。はいはいって言ったけど、ちょっとそれを俺分かんないです。やっぱり私この組み合わせで思うのは、うん、ご飯に野菜にハンバーグに目玉焼き乗ってるじゃないですか、うん、下、これ、これ、こう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 、ハワイアン丼。シチューローさん発明じゃない、ロコモコっていうのあるじゃないですか。この組み合わせを見ると、うん、あ、ロコモコだって言ったら、店内もハワイアンな雰囲気ですね。もうこの辺ってそのロコモコ丼がないので、こうやって食べたくなるんですよ。そうなんですよ、この店内のね、うん、ハワイアンな感じがすごく良くて、うん、間違いない。これ間違いないですか。やったことある人もない人も、これちょっと混ぜて食べてみると、うん、まずこれも違う味わいで、すごく美味しいです。間違いないです、うん、はい、今日もランチを作る。って言ってた。おいしました。おいしました。おい、聞いてねえよ。はい、今日もランチを作っていただきました、サマさんです。どうも、どうも。
今日もめっちゃ美味しかったです。本当ですか。いや、なんか毎回食べるたびにこうなんかグレードアップというかこうちょっとね変わっていってて楽しいですね。アボカドが星型になってたり。そう、タコライスはちょっと徐々に進化してますね。これ以上どうしようか迷ってますけど一番今のが好きです。本当ですか。はい、まだ頑張ります。もうちょっとちなみにお店的には、はい、あのどのメニューが人気とかっていうのはあるんですか。パスタの中で言ったらナポリタン。食べたことあります。ナポリタン大人気です。はい思い出したくないやついやいや、もうね、今大丈夫です。まだ大丈夫です、はい、よくしました。ご飯物で言ったら私の推しはハンバーグです。食べたことあります。ハンバーグみたいな鍋で。生姜焼きが多いですけど、生姜焼き、食べたことあります。入ってましたっけ、あの時。単品で食べたことあります。あれ入れたかなと思っちゃった。カフェメニューもいろいろありますよね。はい、今おすすめ何かありますか。おすすめはクリームソーダですね。クリームソーダ、はい、青いやつはブルーハワイです。ブルーハワイです。ブルーハワイメロンイチゴで、ブルーハワイで、ブルーハワイで、はい、よろしくお願いします。食後のドリンクが参りました。参りました。こんな絵で見せられたら美味しくないわけないじゃないみたいな話してたんですけど、その絵を前回撮れてなかったんですよ、ね。はいはい。今回バッチリやっと収めることができたんで。もうね、こちら見てください。ここにね、ハワイ感が、ハワイ感がもう抜群ですよ。間違いない。え、このブルーハワイ、ハワイに行けない今だからこそ。運でハワイをブルーハワイ、よくわかんないですいただきます。はい、どうぞ。これね、あのおっさん2人で飲む飲み物じゃない飲むと海が見えてくるさすがブルーハワイ。いや、ほんとほんと。じゃじゃーん。これなんとですね、食べれるお花。あ、食べれるんですか、これ。はい、いただきます。あ、ちょっと甘い。へえ、アイスの甘さかな。あ、かもしれないけど、全然苦くないっす。おー、うん、食べれるお花全く問題ないです。なんかお花の食感が楽しめます。へえ。で、生クリームと一緒に食べるとお花の食感と生クリームの甘さでとっても楽しい感じです。完全に当たりメニューじゃないですか。当たりっす。素晴らしいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。フードメニューのご紹介ができてなかったのでずっと心残りだったんですけど、今日ようやく晴れました、うん。そうですね、来るたびにこうちょっとねアレンジが変わってて、うん、しっかり楽しめる感じですよね、うん。いや、本当ですよ。何回でも来たくなります、うん。ぜひ皆さんもこの辺にお越しの際はお立ち寄りください。何回来ても楽しいです。ぜひ遊びに来てください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画が面白かったなと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価とツイッターフォローもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイ、はい。